はいどうも。こっちの方が本当にやりやすい。なんで生放送的に、だって人来ねえんだもん。だってさ、この独り言のこっちの世界は、あっちは希望いだわっちゃうわけよ。人が来たらそのどうしよう、人が来るまで喋んない。だってここはどうあがいても一人だから喋るしかないの。そういうの好き。選択肢がない状況っていうのを俺はちょっと受け入れられやすいってか、そういう時に俺はねパフォーマンスが出るわけよ。だってしょうがねえんだもん。あっちだって待っててさ、人来るかなとか。でもこっちだって人来ないからもう喋るしかないわけ。やっぱこれが一番楽しいけど、これじゃ人気になるんだよ。どうしてーどうしてーあどうしてって今日はもうね、完全なそうです。ちょっとマジで壊れかけてるんでね、俺の最後の勇姿見届けてくれたらなと。あ、うるさいうるさいうるさい、マリオデッセイが音鳴ったらね、めんどくさい。おならが出るかもしれない。これこの感じ出ないよ。超痛い。金玉、金玉にできた出来物が痛いから、金玉は別に痛くない。楽しいよ、俺はもうよ、これが楽しくてたまんねえんだよ。超楽しい。どうしよう、楽しすぎる。あとは寝ながら妄想する。これだけを繰り返して生きていきたい。ピザよりもうめえ、俺の雑談は。これで有名になりてえな。むじいな、有名になるのって。でも YouTube にで有名になるのってセルフプロデュースが必要なわけじゃん。それできないやつは有名になれへんよ。うん、腰痛。チンポがね、あっち行ってこっち行ってなわけですけど、おーい、みんな、ツイッター見ちゃうよ。あ、暑いな、この部屋。ちょっとね、涼しくしちゃいたいと思います。壊れた人みたい。俺は壊れたのかな。でも生きてるから壊れてないんじゃないかな。パシッ、うんち。それちょっと面白くない。もっと面白いことしご。超金玉痛い。金玉アントヒヒ、金玉アントヒヒ、リピートアフトミー、金玉アントヒヒ、インスタンフィー、インダツウィードマンスタンフィー、アンダーグルールミルアスタンフィルーブラルヒトンクタンクトンク。ゾゾタウンゴン、ゾゾタウンの社長のいい時計。ケツ痛い。俺のケツが痛くてたまんねえんだ。
変なツイッター見てた。まあツイッターは変だから二重に変なんですけど、今言ったことはね。なんか眠いな。一日一本ずつにする？でもそうやった方がまあみんなが見やすいからね。関係ねえけどな。でもまあ一本ずつの方が絶対再生だってさ、みんなが見てくれてんのってさ一本だけなわけよ、一番上の動画だけ。だから、一本にすべきなんだろうな。じゃ毎日投稿しようかな。どうせ今ストックあるしめんどくせえけど。嫌だやりたくねえ。どう、めんどくせえ。毎日とかきついな、さすがに。タイトルめんどくさいしな。まあ俺は好きなことをずっとやって人気になれんのがね。まあ人気になり方っていうのはさ、みんなをどう俺のとこに導いていくかっていう作業っていうかさ、伸びる動画ってむずいよな。でも面白いことだけやったって評価されるの20年か30年経たないと無理だからな。俺そんな20年も30年も生きてないからな、すぐ評価されたいんだよな。なんかさムカつくよな。音楽じゃねえんだもん俺は。別に音楽じゃないからさ。いや別に若くてもなんかでもめんどいよな。なんか雑談で YouTuber でこんなことやってんのって結構すごい変なことしてるんですよね。うん、でもまあいいや。でも好きなこと以外やりたくないし、俺はそこで曲げるとか曲げないっていうのは違うって言うかもしれないけど、俺これしかできないから、これしかやらないわ。俺の動画スタイルはやっぱり一気にドバって出すのがいいんですよ。あれ気持ちいいよな、本当に。あとタイトルはさすがに凝るか。何凝ろっかな、タイトルは。でも雑談以外になくないっすか、別に。タイトルなんかねえからな、雑談に。何しよっかな。視聴者全員100万円プレゼント雑談みたいのにして嘘つきまくろうかな。面白い嘘つきたいな。伸びてるってどうすんだろうな。でも魅力がないとさ、その数字は続かんから、なんつうんだろうな、数字っていうか足がもう足見せたくないの。足売りにしてないから別に。ムカつく。鋼兵
チンポチンポって歌おうと思ったけどいいや。まあいいや、やることねえわ。じゃしゃべんのね。寝ます今日は。バイバイ。